斉藤先生、おめでとうございます、この度は。いやー行きましたね。セミナーで言ってた通りに遂行と。おそらくですね、まあ斉藤さんだけかなと思うんですけどね、ここまでずっと続けて、まあセミナーでお話しした通りになったっていう。はい。本当にそれを実現したっていう。だかこれはね、いい、あの、素晴らしいことだと思います。まあ多分、斎藤、僕のセミナー映像を買って、 多分たった1人だと思いますね、はいうん。だから稼げる人と稼げない人の違いは何かと継続して続けられる人がいいいないとということでございます、ね、だからまあもう,もうねカメラ転売に関してはもうだいぶマイスターになってると思いますしあとはまあ時間的な部分だったりとかあと資金的な部分とか、まあ、ちょっとしたマインドの部分かなとは思うんで。 あとはもうガンガン回すだけだと思いますし、うん。頑張ってください。また報告お待ちしております。